このヤン同キャラっていうのもなかなか見ない組み合わせです、はい、そうですね。となると一日の超がある、はい、ある局さんの方が有利なのかなという気もしますが、しかしそこは研究の鬼である孫選手は同キャラ戦の研究を怠っているはずがないという見方もできるんですよね。さあ選球体うまく透かしたのは極ヤン。さあここは透かし下段から一気に孫ヤンの体力を奪っていく画面端の攻防。さあここから前方転身選球体でこれでスタン補正が薄いのでさあこのまま行くか選球体。さあまだ届かないが相打ちでラウンドを取ったのは極。やはり体力リードした方がですね、まあ、思い切った選択肢を仕掛けていけると。さあここも前ジャンプ大パンチが先に入った極ヤン。いいリズムでさあ攻めていく。さあ画面端の攻めになる。立ち受け立ち受けから前で研究体。さあ今度は透かし下段をガードしたがどんどんと体力を削っていく。元気の入ったヤンがまず一緒、違いを見せつけたというような試合目でしたね。また飛び込みのジャンプ強パンチの置き方がすごい上手いですね、はい、判定の強さを生かして、まあ、早めに飛び込むっていう、はい、そうですね。結構その予選の時からジャンプ大パンチをうまく当てて当てて勝ち上がってきた印象のある極端にしまって、さあまあこの1試合目を経て孫選手がどのように対応するか、そこも注目。上から行く。ここもガードになる。投げるのは極。表にいる。さあめくりと見せて、おめくりじゃなかった表。さあフォロー拡大形でうまく中央に戻った。スペースを取ったのは孫やん。さあ中央ストーロー。体力リードは極のやん。表にいる。相打ちから先に動いているのは孫のやん。さあ打ち落としに行ったが、さあまずさあ孫ヤンが先ほどとは打って変わって自分のペース自分のリズムで打撃を当ててきた。雷神の覇権まで入って、さあこのラウンドを取って気を取り直して反撃ののろしを上げたいところ。前に来る。しかしそこには壊しが待っていた。しっかり様子を見て壊しを差し込んでヒット確認から、はい、丁寧に入れてきてますね。丁寧ですね。さあしかし極ヤンのゲージはマックス。孫ヤンは日本ジャックというところ。でさあ中足から、おっと選球これは漏れてしまったか。おっとこちらもコモス。さあ孫はここで前方転身。おわっとここもつながらず。さあ表に落ちている極ヤン。さあこの透かし下段はもうガードするが、さあ2の太刀3の太刀が止まらない。しかしここで様子見、十分なリードを取って、そして投げで崩す、次の投げはグラップ、さあ、孫のチャンス、前に出て、雷神魔覇拳、さあ、どこまで減るか、これで5分、最後さあ、置き攻めはうまく誘ったのは孫やん、これで1-1、これは熱い。ゲージがあるんで、あそこはカバーできるというところで出したくなるところですからね、はい、そうですね、まあ、このあたりの駆け引きはもうこのゲーム自体のやり込みというか、そうですね、嗅覚というようなところもありますよね、さあしかし両者一歩も譲らない、お互いのいいところが出るような、はい、ここまでの試合、流れは五分な感じがしますね。そうですね、それだけにファーストヒット、そして体力をリードすることが非常に意味があるという、そんな中で孫ヤンが先にリードを奪った。おっと何が少し画面端は無理に取りに行くか極。さあ牽制合戦になってきた。危険な舞い両者打ち合う雷キ。バックスクリーンを見せた極ヤンだが深くガードして少々から投げ表にいます。しかし選球選球バイクをうまく狙っていく。前方転身はさせない選球タイムを見せる。ここで中足道路から選球できる。いい勝負。さあこれは選球タイムをどこまで打つかという勝負になってきた。来週負けん。これは残るか。さあこれは行くか届いた。おお
リーチ。さあこれで真央がリーチ。さあ無敵技である選球台、これがこう手数が多いヤンにとっては攻めを切る一つの手段となっているんですが、まあ、すかされると大変なことになると。大変なことになる。そこでここは前方転身決めて、なんか落ちてくる。お、さあ EX の解放。さあどうする曲、真央が前に出る、ここも出ない。大パンから少々ジャンプ、大パンバックスペを狙っていた。さあゲージはなかったので倒しきれないが、曲やここで来た。これはゲージがマックスあったので3つ使って一気に倒しきる選択肢を。会場からも拍手が沸き起こっています。瞬時の判断が非常に良かった。さあしかし最終ラウンド、孫がファーストヒット、中中から選球隊スタンチも溜まってる。危ないぞ、スタンチがやばいぞ。おこれはやばい。おーで、EX ビャッコビャッコ決まった見事なパーフェクト、逆転勝利。はい、勝ったのは孫、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは孫選手決勝大会の意気込みをお願いします。とりあえず勝てて嬉しいんですけど、決勝大会までもっとやり込んで、もっと強いヤン見せれたらなと思います。頑張ります。はい、よろしくお願いします。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。このヤン同キャラっていうのもなかなか見ない組み合わせです、はい、そうですね。となると一日の超がある、はい、ある局さんの方が有利なのかなという気もしますが、しかしそこは研究の鬼である孫選手は同キャラ戦の研究を怠っているはずがないという見方もできるんですよね。さあ選球隊うまく透かしたのは極ヤン。さあここは透かし下段から一気に孫ヤンの体力を奪っていく画面端の攻防。さあここから前方転身選球隊で、これでスタン補正が薄いので、さあこのまま行くか選球隊。さあまだ届かないが、相打ちでラウンドを取ったのは極。やはり体力リードした方がですね、まあ、思い切った選択肢を仕掛けていけると。さあここも前ジャンプ大パンチが先に入った極ヤン、いいリズムで攻めていく。画面端の攻めになる立ち受け、打ち落としに行ったが、さあまずさあ孫ヤンが先ほどとは打って変わって自分のペース自分のリズムで打撃を当ててきた。雷神のハケまで入って、さあこのラウンドを取って気を取り直して反撃ののろしを上げたいところ、前に来る。しかしそこには小足が待っていた。しっかり様子を見て小足を差し込んで一確認から、はい、丁寧に入れてきてますね。丁寧ですね。さあしかし極ヤンのゲージはマックス、孫ヤンは日本ジャックというところ。さあ中足から、おっと選球、これは漏れてしまったか。おっとこちらもコモス。さあ孫はここで前方転身、おーっとここもつながらず。さあ表に落ちている極ヤン。さあこの透かし下段はもうガードするが、さあ2の太刀3の太刀が止まらない。しかしここで様子見、十分なリードを取って、そして打球系から前に転球隊。さあ今度は透かし下段はガードしたが、どんどんと体力を削っていく。演技の入ったヤンが、まずは一緒、さあ違いを見せつけたというような試合目でしたね。飛び込みのジャンプ強パンチの置き方がすごい上手いですね、はい、判定の強さを生かして、まあ、早めに飛び込むっていう、そうですね、結構その予選の時からジャンプ大パンチをうまく当てて当てて勝ち上がってきた印象のある極端にしないで、さあまあこの1試合目を経て孫選手がどのように対応するか、そこも注目。上から行く、ここもガードになる。投げるのは極、表にいる。さあめくりと見せて、おめくりじゃなかった表。さあこの大形でうまく中央に戻った。スペースを取ったのは孫やん。さあ中央ストーロー、体力リードは極のヤン。表にいる、相打ちから先に動いているのは孫のヤン。
投げで崩す。次の投げはグラップ。さあ、孫のチャンス。前に出て、雷神魔覇拳。さあ、どこまで減るか。これで五分。置き攻めはうまく誘ったのは青円、誘った。これで1時、これは熱い。ゲージがあるんで、あそこはカバーできるというところで出したくなるところですからね、はい、そうですね、まあ、このあたりの駆け引きはもうこのゲーム自体のやり込みというか、そうですね、嗅覚というようなところもありますよね、しかし両者一歩も譲らない、お互いのいいところが出るようなここまでの試合、流れは五分な感じがしますね。そうですね、それだけにファーストヒット、そして体力をリードすることが非常に意味があるという、そんな中でマゴヤンが先にリードを奪った。おっと、何が少し画面端は無理に取りに行くか、キョク。さあ、牽制合戦になってきた。危険な舞い、両者打ち合う雷キ。さあ、バックスクリーンに見せた極やんだが、深くガードして少々から投げ、表にいます。しかし選球、選球タイプをうまく狙っていく。前方転身はさせない選球タイムを見せる。さあ、ここで中足道路から選球できる。いい勝負。さあ、これは選球隊をどこまで打つかという勝負になってきた。来週負けん、これは残るんですか。さあ、これは行くか、届いた。おー、リーチ。さあ、これで真央山がリーチ。さあ、無敵技である選球隊、これがこう手数が多いヤンにとっては攻めを切る一つの手段となっているんですが、まあ、すかされると大変なことになると。大変なことになる。そこで、ここは前方転身決めて、なんか落ちてくる。お、さあ、いい。